PCN2 番しまーす。57枠目黒金さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、リグサさんがりです。わこ、金星6個目されちゃう。温度下げるで、せっかくのね。あ、ここになんかあるね。わこつんです、金星くんが大暴れ。わこつです、わこ宇宙。6個目さん、アガトダイモンさん、アランプロサさん、9個目されちゃう。お、なんか技術発達しちゃって、やったね。じゃあちょっともう森林をいっぱい置いてしかないですね。もうね、森林を置いて技術を磨くしかないですね。とにかく二酸化炭素を減らして。和骨、はい、いらっしゃい。10個目さん、9個目さん、いらっしゃい。輪ゴムね、もう砂漠ですよ。砂漠ごとに緑であふれる夢いっぱいの未来にして。ここはまあ住みにくいっていうか、定着しづらいからエクソダスするの分かる感じ。アガトダイモンさん、あれです。しかしね、せっかくね、何百年もかけてね、改造したんだから、ね、もう住みやすくなりますから、定住してくださいね、ぜひここに定住してくださいさ、ね、定住して。あふれる。突然の野郎、また識別しくじりやがったな。15個目たいです。あふれ出す。よし。東屋さんです。モスコさんがりです。ラコ。妙見さんです。砂漠か。死んでいくね。緑がなくなるね。和骨です。正解です。水は、あ、まげだ。あ、しまった。ここでした。食物ありがとう。いかんいかん。ここしたら、あれかな。間違えた。あ、ほんとだ。海がなくなってる。枯れてる。ちょ、いかん。これいかん。ちょっと。まだしょうがない。隕石落とすか。隕石落とすしかないね。隕石を。ツーナーさんですね。ここに隕石落とすしかないですね。もうね、一発だけでいいや、ね、よし、ここで一発落として、これで海がまたね、増えたでしょう。ラコ、言ってるよ。はい、スーザンさん、森さんが一番最初。猫じゃらしさんです。ちょっとこれで温度は下がったかな。植物を撒いて。植物を撒いてね。で、石器を。行きましょうね。
25個目ためしあっつさんあれです。うぅ、よし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 、どう？これだけ植えたら、想定命令ですね。まだだね。大気はどうなったの？お、二酸化炭素だいぶ下がってきたね。いいですよ。よしよしよし。だいぶ二酸化炭素が来たんで。よし。しっかりと。よし、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 とにかく緑ですよね。緑ですよ。この緑が金星をね、良くします。はい、よしよし。で、なんか書いてある、森林しっかりとね、もう木があれば、しっかりと、はい、で文明を、なんか発達した、なんかわからんから。気があれば何でもできるね。なんか発達しましたからいいんじゃないですかね。石器ばっかりやってもしょうがないね。というわけで、昆虫がやっぱりね、昆虫を入れたら結構やっぱり昆虫ですよ。やっぱりこれ、こういうとこにも生きられるのはやはりね、ゴキブリでしょうね。 G です。金星でも G は、 G なら生きられるね。これでしっかりと、和骨です。はい、いらっしゃい。よし、ベータにしっかりとね。ご飯中にやめていただけませんかね。ご飯でしたか、ね、しっかりと昆虫を置いてて、でまたラックスさん、今日のどの調子良くないみたいですね。うん、昨日ちょっとやりすぎたのか
喉が痛い。そんな彼らでもラックス式では生き延びられないという。喉の酷使がたたって、ちょっともうそろそろっていうか、カラオケか、カラオケあと4本ね、連戦で残ってるからちょっとあ、前2年前のマラソン枠の録画で済ませようかと音は前のを再生して済まそうかなと。わらわら、マラソン枠の宿命はこつ。ブレイブさんじゃない、なんか喉がね、もうなんか衰えてきましたね、本当に。喉酷使しますからね。9月の横浜のスケジュール並みに連戦続き、前回は3時始めたね。じゃ絶好調は、最初の頃は絶好調だったんだよね。まああの頃は別にあれだったんだけど。だんだん喉が辛くなってきたね。次の日にまで、次の日に喉が痛くなるって初めてなんだけど。前の自分とデュエットしましょう。笑。初めてなんだけど、ちょっとね、どういうことだ。それでも森も巻いてと。なぜ抜けができるのかな。よし。うわ、もうある。しっかりと。よし。よし。よいしょ、OK。はい。よし。よし。そういえば、桃電は紅白候補ですかね。ああ、そうですね。歌詞はまあ定まってませんけど、まあ、上品な歌詞になると思いますよ。上品だね。上品な歌詞がね、ありましたから、一番上品な歌詞、やはり拡張がある紅白ですから、紅白に出る時はやはり拡張高い歌詞の方に。でも最後はヘで終わるんですよねいやいや、ヘで終わったらさすがにね、ちょっとね、やっぱりね、RHK で放送されるわけですから、RHK で放送するんですから、ちょっとさすがにね、はい、下品なのはね、はい。RHK 厳しいですから、非常にね、上品じゃないといけませんよ。受信料高すぎですよ、アハク。 RHK はね、もう NHK よりは安いです、はい。その代わり NHK より番組が充実していると、評判でございます、はい。
そう、ここがちょっとあれですね。アハクの有料チャンネルからどうなんですか。アハクその割には男とは農協牛乳さんじゃない。あれは RHK でね、はいいということになりました。アハクしか放送ないんですよね、あの地域。いやいや、強制的ですよ。一緒さんと一緒が打ち切りになったと聞きましたが。いやいやいや、あれは打ち切りですね、はい。チャンネルを見ると立派なモヒカンが育つと聞いてます。そうですね、放送事故が原因かな。放送コード引っかかりまくり笑。よし、いや、モヒカンは育ちませんよ。ちゃんと良い子が育ちます。でもアハクの受信料ってそこら辺歩いてる人からも徴収してるんですよね。いやいやいや、受信料はもう義務ですからね、はい、義務になってます、国民の義務として。はい、来週からは一緒さんと一緒にが放送されるんですね。撤去するか、撤去に。恫喝まがいの徴収にクレームが多いとか、いやいやいや、また子供を襲って打ち切りに。いやいやいや、どん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 植えるしかないですもんね。間違えた、原始動物の方か。原始動物もどん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 。街頭で流されてるアハクの放送を見るとすぐに視聴料をせしめられると聞いてますが。いや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 、まあテレビ、パソコン、スマホね、何か 見られるものがあれば全部聴取です。アハク聴取員、ほらジャンプしてみろよ、はい、スンス上で音声がアップされていますが、いやいや、ヌルコ最近の取り立てのようでした。いや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 、そんなことはないです。素晴らしい取り立て員ですから。でも紅白歌合戦はものすごい視聴率なんですよね。そうですもんね、国民全員が見ますから。はい、鉄器をばらまいて、よし、よしよし、よし、そして、原始動物ばらまいてと。しっかりとね、ばらまいて。あらら、こうクジラが、クジラが陸地上がってんだけど、ここ海だったとこかな、まあ、クジラも陸地に上がるでしょう。だいぶ住みやすくなってきたかな。打ち上がっちゃった状態。打ち上がっちゃったんだね。海はどうなったかな。あー、ちょっと少ないですね。まあまあ、もう一発打った方がいいかな。どうかな、ちょっとまだあれですね、まだあれですかね。ワンキューでの冒険でもクジラ山の中にいたし、普通じゃないですか。まあ、そういえばいましたね。まあ、いるところにはいるね、クジラが。よしよし、まだちょっと打っていきましょうか。そりゃ今の世の中サメが空にいるの普通ですし。原子動物ね。よし。わらわら。サメが空飛んでるのもあるからね。サメが空飛んでくる。よし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 。
バクテリアがいるかな、やっぱりここは。バクテリアもうまいとこ。バクテリアいたらなんか気持ち温度下がるような嬉しくな、ブルーだから。サメが吸血鬼になるぐらいですから、何が起きても不思議じゃない。サメが吸血鬼になるのがある。なんでこの一マス空きが出るんだろう。相変わらずサメ映画はカオスな世界だな。サメ映画深いな。よし、いきなり夜がサメーサメー。こんばんは。はい、いらっしゃい。今日この旦那さんじゃない。そのうちサメの惑星とか出るんじゃなかろうか。サメの惑星出てたりして何でもある。その間に何かはいるんですよ。その間よし、じゃあ動物入れてやろう。よし、原始動物ね。で、石器攻撃。バイオ工場建てたら何になるのかな。まだ砂漠は多いね。砂漠が多いってことは、あの 馬に来た方がいいかな。 馬人間なら生きられるか。馬はどれだっけ、鉄器だっけ。試しに隕石でも落としてみますか。馬は鉄器だったかな。隕石落としたらね、あ、青銅器か。青銅器だ、はい。海は増えるけどね、まだどれぐらい増えたか。このね、根付いてる。まだ生命は根付いてないけど、文明はなんか増えてる。文明は増えてる。文明と生命どっちが早いかな。あ、そうだ、大気リポート。お、二酸化炭素だいぶ減ってきた。いいですよ。緑化運動の効果が出てる。緑化運動の効果が出てますね。だがまだまだ多い。緑化運動ね。緑化運動の効果が出てる。よし。なんとか緑化運動のね。うちも裏庭がボーボーです。こんばんは。はい、73個目ないじゃん。私の家はどんなに荒ばっても勝手に緑化されますそうだ、私が最近毎週毎週引いてたから、だいぶ綺麗になりましたよ。まあ、またしばらくしたら出てくるかもしれないけど、まあもうそろそろ寒くなり始めたらね、まあそんなには出てこなくなるけど、はい、もう寒くなっても生えてくるやついりますからね、平気で。よし、ちょっと海にバクテリアまくか。魚がいいかな。魚、まあクジラになった。いや、じゃあクジラ行こう。まだ住宅ローン終わってないのに誰に立ってるんだって話ですよ。住宅ローン頑張ってね、ください。裸犬の風俗を水で1000倍に薄めてますといいよ。いやいやいや、それはダメだ。
しよし。かわいそう。いや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 、クジラもこれから進化します。陸地に上がれるだけ進化する。クジラもね、進化して上がってくるといい。それにしても一気に寒くなりましたね。ラックスさんが隕石でも落としたのかと思ってました今日寒かったですね、朝。まあ昼間はあれだったけど。よし、ちょっとここで両生類、両生類をあげてね、進化させます。両生類でね、両生類で我々は進化させるね。よし、両生類をばらまいてね、あ、負けだ。両生類を今度は、そしてね、人類は馬に乗ると。火花けまでは油断したいかんよ。寒さ暑さも彼岸までですからね、まあ、最近はねもう10月まで暑いですから、ね、来週にはまた29度とからしいから、まだ11月からまた4月まで寒いね、5月から10月まで暑い、ね、要注意ね。もうで急に寒くなったりするとね、また体調崩しやすいんでね、皆さん要注意ですよ。季節の変わり目はね、本当に。また台風来るんですかね。台風はね、台風はちょっと私が押し返して、私のパワーでソニックブラストマンが押し返したね、本当に。ソニックブラストマンは台風じゃなかった、隕石だったね、あれ。もうずっと不安です、笑。よし、なんとか。よし、一瞬でもやって元気だろ。急作で悪質を押し返すんですか。ね、急作じゃもう悪質押し返せませんね。燃えちゃう燃えちゃう。急作は伊達じゃない。いや伊達伊達伊達だからね、急作はさすがに。急作じゃちょっと無理じゃない。よし、あそこにもアメーバ行こうか。アメーバね、やっぱり。キキュウ君、私のパンチを受けてみろ。私のパンチを受けてみろ、ね、なんでもソニックブラストマンならパンチで解決しそうだけどね。お時間ですか。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版シムアースは毎日やってます。オツです。オツでした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 。はい、オツでした。オツでした。フロンタルはつまり生き残ったシャアじゃないんですか。はい、オツでした。オツ。ブルフロンタルはね、あれ別人なんですよ。はい、オツでした。オツ。いや、正確に言うと同じかもしれないけど。はい、おでした。はい、おでした。セーブしたよね。おつす。はい、おつです。おつす。おつでした。この後は、この後は天外魔境2。あ、僕減ってる。減ってんな。これどうしたらいいんだろう、これ。